30分で無理なんだけど、それまで読んで練習してました。一回 CM が入るのと、はいはい、じゃあちょっと流れは任せましょうね、CM のところとかも。はいはい、告知がいっぱいなんですけど、いいですか？あ、全然全然、もちろんもちろん。じゃあ始めて。はい。ちょっとマイクだけ。はい。あー。もう一回。あー。もう一回お願いします。あー。その角度で喋りますね。はい。はい、どうぞ。はい、16時30分になりました。カリナの輝く地球チャンネルの時間です。この番組は心と体と自然と向き合う癒しの集いのチャンネルです。プロの癒しセラピストさんや占い師さんたちをゲストにお迎えしながら、今お悩みがある方々に勇気づける言葉や人生がうまくいくヒントなどをお伝えしていきます。お悩みも随時募集してます。私、カリナのインスタグラム、アットマーク、KARINA、アンダーライン、SHININGEARTH までメッセージください。また、FM ギノワンでは、ツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてくださいね。そして、サイマル放送も始まりました。スマホの場合は、リッスンラジオ、リスラジから、パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後、17時までよろしくお願いします。本日のテーマなんですけれども、医者いらずの健康法、カリナ一押しの素晴らしい健康法をお伝えしていきたいと思います。ね、アーシングっていうものなんですが、靴下や靴を脱いで裸足で大地と触れ合うシンプルな健康法、アーシングをご存知でしょうか？で、電磁波を逃がす。人間の体は大部分が水分でできているため、電気を通しやすく、電化製品や携帯電話の電磁波に囲まれる現代社会の生活で、体内は知らず知らずのうちに帯電している状態になってしまっていて、この帯電状態が多くの現代人が悩まされている頭痛や肩こり、血行不良といった現代病の原因の一つになっているのではという見解があります。ね、昔の人々、先人たちは自然と触れ合うことで体内の電気を放電しバランスをとってきたと言われています。で、現代人はゴム底の靴を履いてコンクリートの上を歩いているため、それができにくくなっているということです。で、そこで素肌で大地に触れることで体に留まっている電気を放出して、体内の電気のエネルギーのバランスを取り、体の調子を整えていきます。これがアーシングなんです。で、期待される効果が、疲労回復、炎症や痛みの軽減、精神の安定、睡眠の質の向上、で、高血圧の改善、血流改善、自律神経やホルモンバランスの調整。で、やり方は超シンプルで、裸足になって自然の中を歩いたり、ほんの少しの時間を過ごすだけなんですね。で、海や砂浜、芝生や土の上にいるだけで、無料でできて健康になれます。で、それより何よりもカリナが自分のためになぜやっているのか。で、グランディングと言われて、地球とつながるという行為なんですね。で、私たちこういうヒーラーという職業
させていただいてて、もう上の世界、天界とつながってばかりいるので、で、もう地球と自分自身をつなげることをしないと、もうふわふわと宇宙に、もう宙に浮いてしまう人間じゃない感じに、もう生活面でも人間じゃなくなりがちになってしまうんですね。で、現実的にも動けるようになるし、邪気払いにもなります。自分の外部からの悪いエネルギーだったり、この自分のネガティブな思いも浄化してくれるので、もうとってもおすすめです。で、だんだんとやっていくうちに体の痛みも自然と、本当に取れてるっていうのがわかるようになってきます。ね、その時にぜひやってほしいことが、五感を最大限に使って感じてほしい。ね、一つ目が視覚。目で自然の色や光、動きを感じてください。ね、次、聴覚。耳で、の木々、木の葉のざわめきや波の音、鳥の鳴き声や虫の声を感じてください。で、次、嗅覚です。で、鼻で土、植物、空気、目の前にあるものの、香りを感じてみてください。で、次、味覚ですね。手作りおにぎりなどを用意して、もう大自然を感じながら、のんびりゆったり味わいながら食べてください。で、次、触覚です。肌や手で目の前にある自然に触れてみたり、風を感じたり、触覚をもう最大限に使ってみてください。で、最後にぜひやっていただきたいことが、人目を忘れて、もうズドーンと座り込んで、目をつぶって全部の感覚を感じてみてください。すべて合わさったものが第六感と言われてます。で、この第六感が霊感とかシックスセンスとか呼ばれるものなんですが、本来人間が持っている、ね、みんなが持っている能力なんですね。で、今まで見えてなかったものとかも見えるようになってきますし、もう、なんていうんですかね。今まで気づけなかったこの世界がとっても美しくて幸せで満ち溢れてることに気づいていけるようになっていきます。で、現代社会で慌ただしく生きてる方こそご褒美時間として自分自身の、心と体に本来人間が持ってる感覚を思い出させてあげてください。で、習慣づけるともう本当にバッチリですね。心身ともに整って、人間が持ってる自然治癒力もパワーアップして健康体でいられますので、ぜひぜひ実践していってください。はい、こっちから。それではどうぞ。はい。はい。ね、もう一つお話をさせていただきたいのが、季節を楽しむイベント、in GRG ホテル。8月25日の日曜日、PM1 時から6時。住所が沖縄県那覇市東町 6-16 1階レストランスペースにて開催します。今日は出店者紹介を一人ずつやっていきたいと思います。はい、まず、はじめに、南の島の沢田川シロさん、from 沖縄。出店メニューですが、沢田川セッション30分4000円、じっくりコース60分1万円。で、シロさんから、沢田川セッションとは、沢田川、沖縄でいう霊媒体質、霊力を持つ者により人生相談を行う霊視セッションです。現在の葛藤や悩みがなぜ起きているのか、必要に応じ過去性の深掘り、今世に抱えたトラウマ、インナーチャイルドの癒し、守護的存在からのアドバイスの代弁、専属用のアドバイス、ヒーリングを行います。
過去、現在の自分の在り方を見直し、今後明るい未来を自分で切り開いていくために、沖縄のサーダカーが前進を後押しさせていただきます。皆様にお会いできることを心より楽しみにしております。ご予約受付は DM にて、インスタ DM にて、受けたまわっております。シロさんのインスタグラムが、アットマーク、SHILO アンダーライン、SPI888888 です。シロさんはとってももう、イベントで毎回ノンストップ、とっても大人気のセラピストさんとなってますので、ご予約は早めにやった方がいいです。とっても素敵な方なので、よろしくお願いします。続きまして、幸せの道先案内人、歩みの魔法。出展内容が、カラー支柱水明。生年月日と生まれた時刻から、あなたの生まれ持った宿命や運気の流れ、一生変わらないラッキーカラーがわかります。カラーセラピー。14本のカラーボトルを通して、あなたの潜在意識からのメッセージをお伝えします。そして、スペシャルセッション。カラー支柱水明で生まれ持った宿命をカラーセラピーで、今の自分の無意識な部分を見つめるセッションです。世界最大の統計学とカラーセラピーを使って、自分再発見してみませんか？幸せになるヒントをお伝えします。そして、ライブ鑑定始めました。アプリストアからリプライブで検索、ダウンロードしてみてね。素敵なご縁がありますように。はい、歩みの魔法さんはもうひまわりみたいな女性で、とっても明るくて笑顔が素敵な方なんですけれども、もうセッション内容もびっしりと細かく、もう鑑定してくれるのでとってもおすすめです。ぜひ会いに来てください。はい、続きまして、ラピスラズリ、京子。京子さんから、こんにちは。サロンショップ、ラピスラズリ、京子です。宜野湾市、益城にサロンを持ち、ヒーリングや鑑定を行ってます。天然石アクセサリーや浄化グッズ、魔女、魔法グッズなど、ハンドメイド雑貨、の販売をしてます。イベント出展内容がヒーリング。心身を浄化し、邪気を払います。オラクルカードリーディング。オラクルカード、ご神託カードを用いて、聞きたいことやお悩みによってカードを読み解き、今あなたに必要なメッセージをお伝えします。皆様にお会いできるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。京子さんは、とても美しい方で、でも優しく丁寧にこの方も説明してくれますので、ぜひ会いに来てください。ボイストレーニングの講師さんもやってます。はい、続きまして、ふーちゃんの部屋、クローバーさゆり、私と一緒に主催をしております。セッション名があなたへ送るあなただけのチャネリングメッセージアート。約2週間で消えるチャネリングヘナタトゥー。ポカポカヤチムンボールトリートメント。セッション内容ですが、一歩前へ進む勇気と自分らしく生きるために、あなた自身からいただいた今必要なメッセージをお伝えし、絵を描きます。それぞれ違うメッセージや色や形。あなたの色はどんな色？どんな形？どんなメッセージ？すべては出来上がってからのお楽しみ。暑い夏だからこそ、石垣島生まれ、ヤチムンボールのポカポカ温熱効果と微振動効果で筋肉やコリにアプローチ、エネルギーヒーリングを行います。各20分から30分で3000円となっております。素敵なご縁がつながりますように。はい。ふーちゃんはいつも一緒に行動させていただいてるんですが、とても可愛らしい方なんですが、セッションとなるともうかっこいいんですよね、とっても。もう、ぜひ受けに来ていただきたいです。よろしくお願いします。はい、続きまして、サラリーマン鑑定士、新山。
琉球四柱推命オラクルカードのセッションを行います。生年月日で宿命カルマを見ることができます。現在の運勢の流れを見て今やるといいことなどアドバイスさせてもらっています。サラリーマン鑑定士新山さんは男性なんですけれども、もうとても優しいエネルギーで、もうこのセッション内容もすごいんですよね。とっても詳しく優しく寄り添いながら見てもらえるので、安心して受けに来てください。よろしくお願いします。はい、続きまして、桃とバーズウィズレイキ、琉球芸能の笛の演奏家みはるが脳のデトックス&脳の断捨離と言われているアクセスバーズと癒しの光レイキヒーリングをチャンプルーした桃とバーズウィズレイキを施術させていただきます。頭をすっきりさせたい、いらない考えや思い込みも取りたい、深い睡眠が得られるようになった、心配事が気にならなくなった、頭部にある32箇所あるポイントに優しくタッチしていくことで脳に溜まっているエナジーを解放し、見えない部分のクレンジング、生まれてきてからずっと蓄積されてきた脳内の思い込みやトラウマ、疲れを取り除きます。必要に応じて霊気を追加で施術させていただきます。所要時間が40分から50分で、施術料が3000円となってます。とてもリーズナブルです。で、お会いできることを楽しみにしています。とてももうこの方ももうヒーラーさんのオーラ全開で、とても綺麗な方で、ぜひぜひ会いに来てください、はい。で、続きまして、コア姉妹セッション、姉妹でそれぞれ感じたメッセージをお伝えしています。今後個人活動に関しましては、今まで姉妹セッションとやってきましたが、別々でのセッションもやっていきます。姉のまゆ、今あなたへの必要なメッセージをお届けします。そして妹のひとみ、ご先祖様、天国の人からのメッセージ、守護している方からのメッセージ、今回は姉妹セッションで行いますが、今のあなたへ必要なメッセージをお届けします。美人姉妹が霊感を使ってセッションをしてくれます。すごい姉妹です。本当にとても優しいエネルギーで素敵な方々なので、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。そして私、シャイニングアース輝く地球カリナ、神羅万象スペシャルセッション、期間限定価格で30分3500円です。DNA 光ヒーリング&霊視&スピリットアニマルオラクルカードで、自然界のパワーであなた様をヒーリングしながら、心理状態を通しで読み取り、不要な感情を浄化、必要な方に浄霊、スピリットアニマルオラクルカードで出てきたメッセージをプラス、カリナの霊感霊視で必要なことをアドバイスしていきます。勇気と希望をお届けします。そして慢性疲労、原因不明の身体精神のお悩み、変化変容を求める方、成長をしたい、癒されたい、チャクラ調整などたくさんのお悩みにご利用いただいています。ご相談ください。そして リラクゼーションメニューが、10分1500円から、もみほぐし、足つぼ、ヘッドケア、ストレッチ、温かい手のぬくもりを感じてください。大変ご好評いただいてます。そして、ハンドメイド浄化雑貨も販売してます。で、空間浄化のグッズと、正常水晶ブレスも販売しますので、すべて水晶を取り入れ、ハンドメイドしました。純粋なご自身も取り戻し、潜在能力をお引き出しください。どうぞよろしくお願いします。そして、かなさ、インナーピース。元看護師による愛と自然の薬箱。アロマやパワーストーンを用いて、あなたの症状や状態などから調合します。アロマスプレー、ロールオン、浄化スプレー、虫よけ、消毒スプレーなどご用意してます。
そしてソルトセラピストとして活動もしてまして、おすすめのお塩を販売してます。看護師時代では減塩を指導してきましたが、本当のお塩の真実を知り、その魅力をソルトセラピストとしてお伝えしてます。食としてだけではなく、日々の日常に何でも使えるお塩、使い方などもお伝えします。新宝園のお塩、人気のドライ納豆やナッツなど販売します。気になっていた方はぜひこの機会に。その他、愛と癒しのグッズも販売します。はい、かなささんもとても一生懸命、このお塩の真実がとっても気になりますね。で、いろいろソルトセラピストなんか教えてくれると思うので、ぜひ会いに来てください。はい。で、最後に赤いキッチンカーのビッグママ。ビッグママ特製唐揚げやリトルダディ自慢のジューシーをメインに名古屋飯など提供しております。ぜひご賞味ください。で、この方もとても人柄がいい方で、あの出店者一同がご指名して、今回出てもらうことになりました。本当にビッグママ愛の、ママの愛のお弁当が食べられますので遊びに来てください。はい。エンディングですね。はい。すいません。今日は告知が長くなったんですが、はい。今日もよく頑張った自分にありがとうと伝えましょう。そして地球大地の恵みに感謝します。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週、シャイニングアース輝く地球のカリナでした。